5人組グループ嵐の相葉雅紀が MC を務める25日放送のフジテレビ系バラエティーキナナブ、毎週木曜朝7時に13人組グループセブンティーンからジェンゲン、ジョンハン、ジョシュア、ジョシュア、星、星、ミンギュ、ミンギュの4人が出演することが明らかになった。昨年12月14日にも出演した4人が相葉、えなりかずきと再び共演し、いかなる状況でも提示されたお題のシチュエーションに沿った表情をキープできるのかを試す表情管理部に挑戦する。お題には目覚めたら自分が出演予定の生放送が始まっていた時の顔、夜道で熱唱していて角を曲がった瞬間に知らない人と会ってしまった時の顔など特殊なシチュエーションが並ぶ。こんなセブンティーン見たことないとスタジオが唸った表情管理バトルが幕を開ける。昨年12月に放送したババ抜き最弱王決定戦では伊藤俊博アナウンサーらの声の妨害によりババの位置を知られてしまったミンギュが不名誉な最弱王の称号を手にしてしまうハプニングで幕を閉じた。 SNS ではセブンティーンの活躍だけでなく相葉との絡みも含めて盛り上がったが、今回最弱王のリベンジを果たすべくミンギュが体を張って勝負に挑む。